Peggy 16. ことですかな、シックザール支部長。この大事な作戦を前に、フェンリル極東支部からの支援はたった3名だと、そう本部に報告しろと。落ち着いてください、大尉殿。彼らの働きは、一人一人が一個大隊に値すると自負しています。それに今回は、あなた方主導の作戦だ。うちの支部は、後処理担当が本領ですから。しかし、それに恥ずかしながら今回は私の愚足の初任務でしてね。よろしく頼みますよ。旧人類最後のあがきだ。しかと見届けてきてもらうとしよう。にゅう。あれが荒神に対抗できる唯一の存在、人気使いだと？ただの子供じゃないか。全く腹立たしい話ですね。あんな連中に取って代わられるなどと。認めはさせんよ。この作戦が成功すればな。本掃討作戦はユーラシア地区の荒神を戦略地点である核融合炉に誘導し、爆破させることによって一気に殲滅するというかつてない大規模な作戦である。フェンリル支部派遣の人気使いの諸君には、荒神たちを戦略地点まで誘導する、いわば羊飼いの役をお願いすることになる。おい少年、今回が初任務なんだろう？リラックスしていこう。少年じゃねえ、ソーマだ。おっと、こいつは失礼。もう一丁前らしい。からかうのはよせ、リンド。必要なかったようだな。融合炉の臨界は？はあ、急転下しましたが、まだ 40% というところでしょうか。爆破可能までには時間がかかりますが、人気使いを今向かわせていますので、なんとか持ちこたえられるかと。それまで奴らには張り付いてもらうしかあるまい。ええ、いざとなったら羊飼いもろと。下がってください。通すな。
当に人間なのか。もしあの事件が人類最後の愚行であったとしたら、荒ぶる神はそれで静まっただろうか。ともあれ、物語は終わらない。俺たち人間がそれを繰り返す限り、神への贖罪は続くのだ。ソーマ、そろそろだぞ。それでも一緒に来るかい、このイカれちまった世界に。